その程度の浅知恵で何ができるというのだ。天下万民、我を尊ぶべし。よし、お前ごときに分かろうはずがない。およそ天下のことごとくを自らの手に有し、天下を意のままに振るい、欲望、快楽を極め尽くす。税の限りを尽くし、善悪定からぬ果てに届いてこそ真の王となるのだ。我はその王の姿を垣間見たに過ぎん。よく、貴様ごときに王の姿が分かろうはずがない。自由に喰らい、自由に殺す、それが貴様だ。ニャフ、わしを裏切った己の愚かさを思い知るがよい。董卓、魔王の所業を極めんとして都長安にて奮死。西暦192年4月のことであった。